こんばんは、ポン太郎です。今日は使い切りコスメが溜まってきたので紹介をしていきたいと思います。それではどうぞ。一つ目はこちら。はい、こちらはアジュバンのクリアジェルメイク落としですね。 18g のサンプルを使い切りました。で、これはね、美容室でもらったサンプルなんですけども、マスカラがね、全然落ちなかったです。ウォータープルーフタイプはもう全くもっと落ちないです。なのでアイメイクリムーバーを使って落とさないと落ちないです。ジェルだから、まあ、ミルクよりは優しくはないんですけども、お肌にすごく優しかった感じはありました。で、突っ張らないし、まあ、保湿感もね、残った感じがしました。でね、これね、これでなじませて水でお湯で落とすとかよりは、あの水でね、乳化させた方が落ちた気がしたので、これは乳化させるタイプのメイク落としだったのかなって思います。これあんまり調べて使わなかったので、マスカラが落ちないっていうところはちょっとね、めんどくさかったかなと思います。でもお肌には優しいので、敏感な方だったらこれは使えるんじゃないかなと思います。私あんまり敏感じゃないと思うので、いろいろ使ってるんですけど、敏感な方でも使えるクレンジングだったかなって思います。続きまして、こちらはエスティローダーのアドバンスナイトマイクロクレンジングフォーム、クレンジングですね。こちら 50ml のサンプルを使い切りました。で、これは目に入るとすごく痛いクレンジングでした。なので目周りをするのは結構きつかったですね。もう他のね、目に入っても痛くないようなクレンジングとかで渡さないと、これをね、目元に使うと本当に痛かったです。で、これもね、さっきと一緒で乳化させた方が落ちた気がしたので、私は乳化させて使ってました。ウォータープルーフのマスカラは本当にゆっくり時間をかけてなじませていったら落ちますけど、まあスピードをね、重視したら全然ダメです。他のね、リムーバーで落としてからこれを使わないと結構時間がかかります。まあね、あとは突っ張ることもなく保湿感一幕ある感じはしたので、まあ保湿感的には良かったのかなと思います。ただね、マスカラが落ちないっていうのはやっぱり私の中では難点だなって思ったので、もうリピはないかなって思います。そしてこちら、はい、こちらはオードムーケの洗顔料、泡洗顔料、さっぱりタイプのものをね、使い切りました。これは 150ml のものでした。で、これはね、泡で出るタイプなんですけど、なんか可もなく不可もなく普通の洗顔でした。で、ニキビ予防とか書いてるんですけども、ニキビが予防できた感はなかったですね。で、まあ泡で出てくるので楽は楽だったんですけど、別にこれじゃなくてもいいかなと思いました。別にニキビがね、そんなに予防できないなら、もう他の泡洗顔使った方がいいかなと思いました。私がただすごく肌が荒れてる時期に使ったので、荒れてない時に使ったら、まあ予防として効果があるのかもしれないですね。ただまあ使用感的にあんまり良くなかったので、もう使わないかなって思ってます。そしてこちら、はい、こちらはオードムーケ薬用ローション拭き取り化粧水ですね。 160ml のものを使い切りました。で、こちらはね、拭き取りなんですけども、肌が敏感の時でも使える拭き取り化粧水でした。で、クリニークの方はちょっとアルコール感が強いので、それよりはアルコール感がこれはなくて良かったかなと思います。で、ニキビ予防としてはまあ多少は感じたかなと思います。これを使ってから少しはできにくくなったかなっていう感じになったので、効いてるんじゃないかなと思います。なので、これもね、ストック一応あるんですけど、今ね、クリニークの方使ってるんで、それがなくなったらまたこっちを
使おうかなって思ってます。そしてこちら、はい、こちらはクナイプのムースボディウォッシュオレンジブロッサムの香りで 200ml ものを使い切りました。こちら泡で出るボディーソープなんですけど、こんな感じのねスプレーみたいな感じなんですけど、これはね本当ここがね硬すぎてなかなか出ない、もう本当ギューってしないと出なくてすごく嫌でした。すごくしっとりするボディーソープなのかなと思ったんですけども、そんなにしっとりしないです。ちょっとしっとりするかなっていうくらい で香りがねふんわりと香っていい香りでした。ですけどお肌に残るような香りではないので、もうそのお風呂場だけで楽しむ香りっていう感じでしたね。でもスプレータイプってやっぱりこういう缶タイプって特有のあの香りがあるじゃないですか、あのムースとかに香るあの香り、あれがどうも苦手でね。やっぱり前もなんかのいつだったかな、洗顔料の時とかに言ったと思うんですけど、ね、こういう缶のねタイプはちょっと私には苦手でした。そしてね何にしろね一番このねスプレーのこのところが出しにくかったので、もう面倒なので使わないかなって思います。そしてこちら、はい、こちらはサボリーノの朝用マスク、ロフト限定の濃密タイプを使い切りました。でこちら28枚入りのものでした。でこれねロフト限定だから使うの結構渋ったんですけど使ってしまいました。柑橘系のね香りがすごい良くてもう大好きでした。で程よくしっとりするので今のね季節だったらちょっと物足りないかなと思います。普通のね黄色いしっとりタイプの方が良かったのかなと思いますけどね、これ香りが良くて爽やかな気持ちになれるっていうかそういうマスクでしたね。ね、これまだ売ってるのかな、売ってるんだったらまた買いたいなと思います。まあね、あと1個ストックがあるので、また夏場とか暖かくなってきた春とかに使いたいかなって思います。そしてこちら、はい、こちらはもう毎回使い切ってるシルコットのウルウルコットンスポンジ仕立てですね。40枚入りのコットンを使い切りました。はい、これねもう大事なね高い化粧水を使う時しか使ってなかったんですけど、なんかねやっぱ化粧水って私ハンドプッシュがね好きだなって思いました。もう手でつけるのが一番好きでした。もうコットンでね塗るのが本当になんか嫌いで、なんでかわかんないんですけど、だからもう今あとこれもう一箱ぐらいあるんですけど、どうにか使い切ってね手でねつけていくようにこれからしたいなって思ってます。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはクリニークのいつものコットンですね。20枚入りのサンプルを使い切りました。もうこれはねもう 毎度のごとくも紹介してるんですけども、このコットンはね厚みがあって毛を立ちにくくてすごい好きなコットンです。もう拭き取り用のコットンとして私は使ってます。のないと困るのでもうねいつも買ってます。これだけをね買いにクリニックに行ったり、アットコスメでも買ったりとかしてますね。まあね拭き取りをされる方がいたらこれ一度使ってほしいコットンだなって思います。はい、今回の使い切りは以上です。で今回この中での一番のお気に入りは朝用マスクだったかなと思います。これですね、このねロフト限定っていうのがねいいですよね。このねシトラスの香りっていうのが本当に好きで、でもあのプラザ限定のリンゴのやつも欲しかったんですよ。欲しかったんですけど、もう住んでるところにプラザがなくて使えないんですよね。メルカリとかで見たりしたんですけど高くて、もう悩んだ挙句買わなかったですね。
まあまたね、ロフト限定で出たりしたら購入しようかなって思います。あくまでもね、私の感想なので少しでも参考になればいいなって思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。